その気持ちを捉えてくれた子どもたちがずっと孫までも続いてやってくれているということです。はい、日本の刀は世界一だと思います。日本刀というのが昔から日本人の魂と。父をはじめ、私たち兄弟3人とあと甥っ子が1人。計5人ここでやっております。はい、私の刀匠名は白尾栗光というんですけれども、これは先代から、いただいた、刀匠名です。この時に、刀の切れ味日本一になるとか、最高名誉賞をもらうとか、名前、先代が偉大だったので、私のようなものが継いでいいものなのかっていうのが。お参りをしてから、そういうふうにやって最初に始めるんですけれども、やはりその先ほど言った魂というところが砂鉄からできた玉鋼というやつです。いいやつです。一番いい玉鋼です。大体血が一番こう上から指示を出すんですけれども、大体その引退に近いので、兄が大体そういったものを。年で、結局できなくなったというのが当たり前ですね。88になりましたんでね、世間では米寿なんて、言って喜んでもらってますけど。玉鋼を焼いて、薄く伸ばして武士にとってはですね、自分の魂を預ける依代というんですかね。道具ではなくて、まさに人格なり、あるいは神格、神とも崇めるべき対象と、自分の体を預けて、自分の体、それから命を預ける対象であったというふうに考えております。焼きを入れて割ります。小さく割りましたので、それを今からテコという道具にこれに鉄が酸化しにくいように泥汁をかけます。地金がつくように沸かす作業をやります。品物が見えないから火の色で、判断しなければいけません。もう結構色が変わってきたでしょう。火の色で、判断しなければいけません。お湯がこうシャンと沸いた時の音みたいなやつが出した時はします。もうそれは勘ですね。でそれを出して叩いてくっつけて、それで何回もそれをやって、一番大変な工程ですね。どうしても玉鋼っていうのはそのまま使えないからですね。不純物が中にたくさん詰まってるんですよ。それで何回も折り返ししながら不純物を出したり、炭素量を調整したりしていきますので、やっぱ大変ですね。はい、力を使うんで。やっぱり腕が上がらなくなったりとか、やけどはたくさんあります。こんなふうにいっぱいとか、足とかですね、はい、こんなふうに大きく乗ったりとかもしますし、自分も若い時はやってました。もう長く叩くと、やはりお昼とか食べる時に手が震えてきたりとかですね、箸を持ったら箸が離れなくなったりとかしてました。熱いうちに鉄を叩けっていうのがあるんですけれども、消えてしまったらできなくなってしまう。途中でやめたらそこがまた壊れてしまいますので、やめることができない。とにかく暑さとの戦い。こちらの小宮ご一家というのは本当に我が国をもう代表すると言っていいご一家だというふうに私は思っております。大体つながってきている、でそれを一家で支えていると、そういったところがですね、今の日本の中でも他には見られない素晴らしいご一家だというふうに私は捉えております。刀というのがそうそうは出ないので、年間としてはその個人的に注文されるというのはそうですね、2、3振りあればいい方。普段は包丁であったりとか農機具ですよね、クワ、鎌、そういったところを作っています。最初はこの人数で、あとか。いただきます。いただきます。私の金井でございます。日頃はジムとかうちの大蔵省でございますの。品物自体がですね、長持ちする品物だから、もう食品、食べ物みたいにそんなもう移り変わりが激しいものじゃないんですよ。ただメンテナンスの方はですね十分来てますけど、今のところはですねなかなかっていうことで。こうやって一気してるって感じ。外側になります。今作ってるのは革金といって刀の表面になる部分ですね。その部分を作っております。最初らへんは厚いからいいですけど、薄くなってからは外さないように。もうどうしても外したらそこがへこみますから、傷になってしまいますから。まず上から下まできちっと合うような通りを見ながらとか、あとはもうしのぎの線が狂わないようにとか。もうこの部分でもう刀の形が決まってきますからそこはもう集中してやっております。これが葉が打ち終わりましたら、息子に形を整えてもらって、土を焼き場土っていうやつを塗ってもらいます。僕はですね、もともと小学校2年ぐらいまでは野球選手になりたかったんですけど、その後、小学校3年生の時に、この工場、仕事場で父の後ろ姿を見てなりたいなと思いました。これは、この土は土と炭の粉と砥石の粉を混ぜたものです。刃文を作るのと、あとは焼き入れがしやすくなるようにですね。刃文というのは、焼き入れした時に出てくる文様です。で、刃文が入るところは薄く塗って、入らないところは厚く塗ります。さらに第二次世界大戦太平洋戦争の後、日本が戦争に負けてアメリカ軍から刀を使うことを禁止されると、我が国全体として刀を持つ習慣というのが廃れてきているということからですね、我が国の日本の文化だというふうに思っております。そういったものが 1,000 年以上にわたって受け継がれてきておりますので、これはぜひとも時代に次の今のは焼き入れといいまして、720度から800ほど温度を上げて、水につけます。刃の部分が硬くなるようにするためですね、土を塗って焼けるとこと焼けないとこを分けてますので、焼ける部分だけを焼いたということです。昔ですとこれが刀に魂を入れるということなんです。野球を入れることによって葉の方が先に冷えますので、先に葉が刀がうつむいて冷えていく順番でだんだんと反り上がっていって、刀のこういった反った状態が出ます。これで刀が自然な反りということが言えるところですね。入れるっていう、そういったところから中に精神的なものとか、工場の中に入られる時に語弊を張ってやったと思うんですけれども、そういったものは邪気とかそういった悪いものが中に入らないようにそこで食い止めて、それで神聖な、気持ちで思って魂入れるためにその中で行うというふうに、刀を作っていきます。焼き入れをした時に横に曲がったりしてますので、それをまっすぐにしてます。はい、終わりました。今、刀に銘を切っています。三池重四郎国光作。兄が刀鍛冶を継いだので、2人も刀鍛冶をやってしまうとやっぱりこう喧嘩になってしまうので、先生がいまして10年ですね。僕だけ刀の研ぎ師というちょっと職種の違うものをやっています。そうですね、1日8時間ぐらいやってですかね。週6日最低でも2ヶ月ぐらいはかかりますかね。うん、好きですね。一番刀の魅力が一番最初に見れる場所なんで。伝統を受け継いでそれを絶やさずに守って次でつないでいくっていうのは非常に大変なことでもありますし、まあ名誉なことでもありますし、これはご覧いただくと分かるように反り姿の美しさ、地金の精妙さ、それから刃文の日本刀というのは世界でも類まれな鉄の芸術品であります。人として持っていきたいなとは思います。